人類の未来にバックトゥーザフューチャー。2054年になると、まあ、人類はロボットたちに裏切られました。もうロボットたちの力には頼らないというふうになりまして、新たなシステムを人類は構築することに成功したんですね。さあ、それではさらにその30年後ですね、マイノリティリポートから30年後、2084年、ついに人類はですね、地球を飛び出します。さあ皆さん、問題です。どこに行くでしょうか。はい、これ2084年、もう想像つきますかね。まあアポロ計画で人類は月に行きましたけども、そうです。正解はこちら。火星に行くです。はい。描いてる作品はもうお馴染みですね。トータルリコールです。またシュワちゃんですね。ターミネーターでさっき出てきたけどね。またこの時代も出てきます。はい。ポール・バーホーベンっていうね、ロボコップの監督でしたね。はい。ということで、じゃあちょっと早速ね、この時代、バックトゥ・ザ・フューチャー。この時代ね、なんかね、こうね、家の中のね、壁紙みたいなものが全部、こう、映像になってたりとかして、世界の車窓からみたいなのが楽しめます。さらには、こう、ホログラムがすごく発達してて、こう、テニスをね、する、フォームをチェックしたりとか、それからこの時代の地下鉄というのがですね、やっぱりテロだなんだ、いろいろあって、物騒なんでしょうね。すごくね、セキュリティシステムが進化しています。はい。なんかこう骨みたいな感じでこうやって歩いて、あ、この人武器持ってないねみたいな、まあ、チェックができたりします。でね、僕がねちょっと注目したのはね、地下鉄に乗り込むシーンなんですけど、はい、今でこそね山手線いろんなもうビジョンがありますけど、この時代ね、未来なんだけどなぜかアナログテレビっていうね地デジ対応になってないっていう、このブラウン管っていうのがちょっと、うん、いろいろな意味で味がありますね。でこのシュワちゃんがですね、タクシーに乗ったりするんですけど、もう完全に自動運転です。もうテスラの車みたいになってます。さあ、そしていよいよ火星に到着した時に、パスポートになぜか、ハンコ、スタンプが置かれるわけですね。これなんでスタンプなんだって、だからこれも時代だなという、全然未来に行ってる感じがしないんですが、まあずっと行くと火星に虹が出て、ああ、素敵ね、綺麗ね、なんて言ってるんですけども、火星で火山が噴火して大気のバランスがおかしくなり、最終的にはシュワちゃんどうなってしまうのか、火星移住計画がどうなるのかというのは、続きはぜひね、トータルリコールでご覧いただきたいというふうに思います。さあ、じゃあどんどん参りましょうね。そのおよそ200年後ですね、トータルリコールからすると130年後、はい、火星計画は、まあ、これ事実上もネタバレになりますけども、失敗しました。うん。じゃあその頃地球は一体どうなってるのかというのを描いている作品があります。それがこちらです。はい。2214年、フィフスエレメントですね。1997年のフランス、リュック・ベッソン監督でしたね。ブルース・ウィリス、ミラ・ジョボビッチ、ね、出てましたね。はい。ということで、じゃあその頃の地球見てみましょう。バックトゥーだフューチャー。マンハッタンなんですけども、車が縦横へいろいろ行ってると。でこの時代ね、マクドナルドが出てくるんですけど、マックのハッピーセットまだやってるんですね。で、この警部たちがですね、このハッピーセットがなんか頼んでる時に、まあ、ブルース・ウィルスが乗るタクシーが暴走するんですが、はい、ドリンクをね、ある警部がこうやって2つ持った時に、ものすごいスピードでタクシーが走り抜けていくと、バシャッと出ました。ここでも車内のドリンク対策。車の中ではドリンク気をつけましょう。はい。バシャーってこうこぼすね。シーンがもう忘れられないですね。はい。さあ、そしてですね、じゃあどんどん行きますかね。はい。2415年。フィスエレメントから201年後です。もう我々みんな死んでます。はい。描いている作品がありました。それがこちら。イーオン・フラックスです。はい。カリンク様監督でしたね。シャーリーズ・セロン主演の SF 映画ということで、ちょっとね、見ていきましょう。バックトゥ・ザ・フューチャー。2415年なんですが、政府がこの時代ね、圧政を強いているということで、そこにまあ女戦士、まあシャーリーズ・セロン演じる、まあ、ダンサー出身の、
まあ、この女の子がスタイリストのアクションをしていくってことなんですけど、これね、もうこの子が着ているシャーリーゼロンの衣装がですね、まあ、明らかにスパイっぽいってね、怪しいよっていう。でしかもよく見ると、この時代のエキストラの人たちがですね、みんなあの和傘とか着物とか、ものすごくね、日本っぽいテイストになってるんですね。なのでこれね、ブレードランナーで描かれていた中国とか日本のアジア的なテイストがここでも復活してました。でこのマイクロチップみたいなのをこう街中でキスすることでね、こう交換したりとかっていう、逆に怪しいんじゃないかっていう感じが僕はしましたけども。そして寝室のシーンがこれも印象的でしたね。もうあのすっぱだかみたいなね、シャリーセロンの衣装でですね、シビンが出てくるんですよ。シビンをこう透明の液体をねコップにシューッと注ぎ込むとね、いきなりコカ・コーラみたいに真っ黒になるっていう、まあ、そういったドリンクが流行るんですかね。でさらにこの耳のところがピコンピコンってついて、もう携帯電話いりません、体内に埋め込まれている時代になっているということで、ボスと会話をするシーンも印象的でした。はい、ということでですね、まああのまあまたもね、このアジアの世界観を描いたのは、そうそう、カリン・クサマ監督はですね、父方の祖国が日本なんですよ。なので障子とか畳とか、和傘、桜みたいなね、なんか日本的なアイテムっていうのがものすごく多く登場したんですね。まあそこもぜひ皆さんね、ちょっとブレードランナーと合わせて、アジアって逆に新しいんだなというふうに思います。イーオンフラックスから600年後、まあ今からするとおよそ1000年後です。来ました、3000年の未来でございます。人類史上最も大ピンチな出来事が訪れます。はい。振り返ってみるとですね、まず2012ではマヤの予言が的中して世界が崩壊。で、ロボットの反乱があって、で、結局また反乱がありましてね。で、猿も反乱を起こしました。火星移住計画も失敗。そして何と言っても、社内のドリンク対策、大失敗に人類はしておりました。はい。でも、人類史上最も大ピンチを迎えます。さあ、皆さんに問題です。3000年、何が起こったんでしょうか？わかりますか、皆さん？はい、そうです。正解はこちら。宇宙人侵略でございます。意外にもね、宇宙人って、まあ、これは僕の仮説によるとなんですけど、そんなに出てこなかったんですね。うん。ロボットとかそんなばっかりがたくさん火星移住とか出てきたんですけど、初めてここで宇宙人に本格的に地球が侵略されます。はい。描いている作品がこちらですね。バトルフィールドアース。はい。ついにですね、知的外生命体のサイクロ人というのが地球を襲うということで、わずか9分で人類は征服されてしまったんですね。はい。これジョン・トラボルタが、まあこのアメリカのね、新興宗教のですね、サイエントロジーの、まあ、熱心な信者だったために、彼が制作、主演をしたという、ものでした。まあただね、第21回のゴールデン・ラズベリー賞において、最低作品賞、最低主演男優賞を獲得してしまうという、まあ、大変不名誉な、まあ、歴史がある、黒歴史があるんですけども、それでは、3000年の未来、ちょっと解説していきましょう。バックトゥザ・フューチャー！これですね、なんとこのサイクロ人、鼻からこんなチューブをですね、出してるんですね。もうここからして B 級感ありますよね。で、最終的には、まあ、こんな、あの宇宙人に、まあ、征服されてしまったんだという、まあ、ことが描かれております。そして皆さん、SF 映画、3000年以降を描いているものがない。ただ、一本を除いてはということなんですね。それがこちらです。タイムマシンという、これ2002年サイモン・ウェルズ監督、ガイ・ピアーズ主演でしたね。はい。もともとは1959年に描かれたタイムマシンのリメイクになるんですけれども、何年先描いてると思います？今3000年まで来ました。はい。なんと、こちら。802,701 年を描いております。はい。80万年先ですよ。今まで200年先とかね、こう刻んできたじゃないですか。ここからね、とんでもない未来に行きます。80万年後、
皆さん、果たして人類はどうなってると思いますか？気になりますよね。これ見たことない人だったら、どうなってんだろうと思いますよね。それでは見ていきましょう。バックトゥザフューチャー。これね、お話がね、もともと1899年のニューヨーク、アレクサンダー博士というのが、スケート場で恋人のエマさんっていう人にプロポーズするんですけど、強盗に襲われて、エマさん死んじゃうんですよ。で、それが悔しかったんで、4年の歳月をかけてタイムマシンを作って、4年前に戻って、エマにもう一回プロポーズをするんだけど、またね、違うやり方で殺されちゃうんですね。何回戻っても殺されちゃうと。なんでだろうなということで、そのヒントを求めて、未来に今度はアレクサンダー博士行くんです。ところがその途中で、彼が気絶してしまってですね、タイムマシンがぐわーっと未来行った時に、もう途中で、目が覚めてこうやって止めるとですね、そこはなんと80万、ここ今出ますけど、2701年7月だったということなんですね。もうね、文明がいくつも滅んでは誕生したんでしょう。また原始時代に戻ってるんですね。で、言葉もね、なんかすごい原始的な言葉になって通じません。もう英語もないです。で、そんな時に、まあ、博士がまた交流を深めていくんですけども、この時代ですね、エロイ族というのと、野蛮で獰猛な民族のモーロック族っていう、まあ、この二つが、ま、対立している世界だったんですね。で、最終的に、その博士がですね、まあ、いろんなことあって、このね、これもよくできてるんですよ。なんか、80万年の世界でもすごいなというふうに思ったんですが、このウーバーというね、悪い奴をま、倒して、タイムマシンがその先をたどり着いたらですね、なんと、もっと未来に行きます。皆さん、どれくらい未来に行くと思います？ 80 万年のさらに先ですよ。正解は、6億3542万7810年という、途方もない未来に、このアレクサンダー博士行っちゃうんですね。で、悪が支配した未来を見たことで、これはやばいって言って、また80万年のところに戻ってくるっていうね。いや、これね、とんでもない話ですよ。だから、なんていうのかな、結局恋人を救おうと思ったけど救えなかった。そのヒントを求めて未来に行ったというね、ちょっとね、一風変わったですね、バックトゥザフューチャーとは違う、まあ、お話になっております。これぜひね、おすすめなんで見ていただきたいというふうに思います。はい。おそらく僕が知り得る中で、人類が、まあ映画という文化ができて今115年ぐらい経つんですかね。どうでしょう。6億3542万7810年を描いた世界っていうのは、これがおそらく最も未来ですね。で、80万年も、まあ、2番目に先の未来かなと。ただ、3000年から80万年の間に何が起こったのかっていうのも、実はね、映画界ではなかなか描かれていないんですよ。なので、今後の SF 作品で、ぜひ、どんな作品が描かれるのかというのは期待したいなというふうに思います。はい。ということで皆さん、有村コンプレゼンツ、シネマティックな人類の未来へ、バックトゥーザフューチャー。いかがでしたでしょうか。はい。まあ、一気にですね、ちょっと言ったんですけども、ただね、なんか僕は今回、一つの年表に、まあ、こうね、バーって今出てますけど、つなげることに成功しましたが、これ細かい作品はいろいろ抜けてます。はい。なので、そこはですね、あくまでこれは僕の学会での一仮説であるということですね。うん。ただ面白いなと思うのがですね、やっぱりロボットと人間との付き合いっていうのは、何か密接なもの。2001年宇宙の旅でもハルっていうコンピューターが結局ロボットに反乱を、人間に反乱を起こすんですけど、やっぱり何かね、その、藤井さん、規制か、藤井規制も、その、人工知能なのが、人間を超えるのかどうか、でもやっぱり人間の方が上なのかっていうね、なんかその辺のところがですね、常にテーマとして描かれているんじゃないのかなというふうに思います。はい。ということでシリーズでね、お届けしてまいりました人類の未来へ、バックトゥザフューチャー、いかがでしたでしょうか。この動画が面白かったという方はぜひチャンネル高評価、グッドマーク、そしてチャンネル登録、通知をオンにしていただくと、あなたにとって素敵な一本に出会えるかもしれません。それでは次回もみんなでシネマティック
週末の生配信、私ね YouTube ライブやっておりますんで、ぜひそちらも生でご参加ください。お待ちしています。